ってるよ見たなら自発展。読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、ほか各社の提供でお送りします。2014年5月22日木曜日、時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日もスタートでございます。さあ、本日のナビゲーターは私、前川あやみでございます。今日もですね、 FM 読谷のサテライトスタジオ、紫村のサテライトスタジオから生放送でお届けしてまいります。1時間ね、よろしくお願いします。さあ、今日はね、朝からどんより曇り空でございますね。昨日ね、朝チェックした時点では今日もちょっとね、晴れ間が見える予報だったんですけれども、またお天気ね、変わりまして、今日はですね、曇りのち雨マーク、はい、になっておりますね。はい、まあでもね、あくまで予報なのでどうなるかわからないですけれども、観光にいらしてる方なんかもね、でもまだ雨が落ちるのが少ないだけラッキーかもしれないですね。今沖縄もう梅雨入ってどのぐらい経つかな、よ、もう2週間以上なりますけれどもね、はい、今ちょうど中休みの時期ではあるねって昨日お話、はい、してたんですけれども、今日はちょっと降水確率高めの1日になりそうでございます。お出かけになる方ね、ぜひ傘なんか持って観光に出かけてくださいね。さあ、今日5月22日木曜日、サイクリングの日だそうです。日本サイクリング協会が2009年4月に制定したということで、サイクリング、もうね、車を持つようになってからは自転車なかなか乗る機会がないですね。私、今ラジオ聞いてる皆様いかがでしょうか。最近自転車とかサイクリングとかしてますか。はい、昔はね、もうローラースケートからなんだっけ、一輪車とかホッピングとか、もうチャーバン内ね、いろんなものもう意味もなく、なんか何かの義務感に追われてるかのように乗らなきゃみたいな感じでね、家の周りぐるぐるばっかりしてましたけれども、もうどんどんこう大きくなるにつれて乗らなくなったな。久しぶりなんかね、サイクリングとかこういいかもしれないですね。絶対リフレッシュになりますよね。はい、さあ、読谷村でですね、サイクリング楽しめるとこございます。はい、今日ですね、番組にもゲストで入っていただきますホテル日光アリビラさんのですね、アクティビティメニューの中にレンタサイクルというねメニューもございます。1時間でしかも料金が520円という激安なお値段はい、もうこちらですね、通年、はい、できるアクティビティとなっていますので、いいですね。ぜひね、まあ、この情報を聞いて、あ、ちょっと久しぶりに乗りたいなっていう方、アリビラさんに直接、ね、お電話していただいて、はい、たまには仲間とかご家族でとかリフレッシュにいかがでしょうか。さあ、サイクリングの日にちなんでね、ちょっとアリビラさんのマリンじゃないですね、アクティビティメニューもちょっと紹介いたしましたけれども、さあ、
観光情報番組読谷ラジオ。この番組はですね、沖縄県中部にございます人口が日本一大井村読谷村の魅力、イベント情報など地域の声も交えながら皆様にお届けしていく1時間番組となっております。ラジオにプラスネットでの動画配信、ユーストリームでの動画配信もしておりますので、ネット環境スマートフォンお持ちの方、FM 読谷と検索していただいて、そちらから映像でも見て聞いて楽しんでいただければなと思いますよ。さあ今日はですね、番組9時30分明けにはホテル日光アリビラさん、スタッフさんお招きして、また情報をお届けしてまいりますので、そちらも合わせてお楽しみに。ナビゲーター私前川あやみでございます。今日も一日よろしくお願いします。今日も1時間どうぞお付き合いよろしくお願いします。ですね、まあ、朝からどんより曇り空ではありますけれども、でも、ね、ドライブに出る、ね、やっぱりこう車で外に出るとまた気分転換にもなりますから、さあそんな時に BGM で聞こえるこちらの曲を聴きながらですね、観光にいらしている方も読谷村にハンドルを切ってください。お届けいたしましょう、読谷ラジオ。本日のドライビングナンバー、トトでアフリカ。She's coming in 1230 flightLit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words, melodies. He turned to me as if to say, Hurry boy, it's waiting there for you.ドライビングナンバーお届けいたしましたのは、トトでアフリカお届けいたしました。
時刻は9時10分となりました。ここで本日の天気情報皆様にお届けいたします。まずはお天気概況からです。本日22日の沖縄地方は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となる見込みで、先島諸島ではところにより雷を伴うでしょう。明日23日沖縄地方は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となりますが、沖縄本島地方と大東島地方は次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。八重山地方では22日昼過ぎにかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意をしてください。沿岸の海域は大東島地方、宮古島地方では波がやや高く、沖縄本島地方や八重山地方は多少波があるでしょう。さあお天気、本日曇りのち雨マーク出ております。風は東の風、波がですね1メートルのち 1.5 メートルとなっております。さあ降水確率高くなります。お昼12時までが 40%、 夕方6時までがさらに上がって 60%、そして深夜0時にかけて再び 40% と、今日はですね、県内、ところどころで、雨が、はい、落ちそうですね。ぜひぜひ、安全運転で、雨でまた道も滑りやすくなるでしょうから、そして、傘なんか雨具なんかも持ってお出かけください。日中の最高気温は25度まで上がる見込みとなっております。さあ明日のお天気はですね、また曇りのち晴れマークで、降水確率も、次第に低くなる見込みとなっておりますので、はい、ぜひぜひ、今日はまた雨だなっていうね、プランちょっと変更しなきゃっていう方は、室内でねお土産品なんか、お土産を見たりだとかっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい、そう、はい、そうっていうね、失礼しました。はい、今日のお天気情報をお届けいたしました。観光情報番組読谷ラジオ、観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。まもなく CM に入ります。さあ、レンタカーを活用されている観光にいらしている方、特に OTS オリックスレンタカー活用されている方は、沖縄ドライブマップの中に観光情報番組読谷ラジオのフライヤーが挟まっていたと思います。おそらくね、この番組を聞いてる方はそのフライヤーを見て FM 読みたん 78.6MHz に合わせてくださった方もいると思います。ありがとうございます。沖縄観光いかがですかね。ぜひ読谷村という村に訪れてほしいです。よろしくお願いします。沖縄県のですね中部にある人口日本一多い村となっておりますよ。あなたのお越しお待ちしておりますね。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りいたします。 CM の後、リスナー様プレゼント情報、そして読谷なんでも調査団お届けしてまいります。お得な情報もございますので、ぜひこの番組からゲットしてください。
ねえ、何して遊ぶ？何がいい何がいい何がいい、じゃあ缶蹴りしようぜ。やだやだやだ。じゃあ何すんだよ。ラジオラジオラジオ。ラジオ何聞くの？読みラジだよ。何それ、読みラジ？観光情報番組読みたんラジオ知らないの？マジ今から聞く聞く。観光情報番組読みたんラジオ。読みたんラジオをお届けしております。 CM 明けて時刻は9時17分となりました。まだですね、サテライトスタジオから見えるお空の様子もね、雲が覆っております。まだね、雨はね落ちてないようでございますね。私がいる体験王国紫村の方もですね、朝からもう観光バスが目の前に止まって、修学旅行生が園内に入っていく様子が見受けられました。本当にこの時期修学旅行生多いというか、体験王国紫村さん年中なんかこう本当に賑わっていますよね。はい、あのサテライトスタジオは全面ガラス張りになっていますので、外の様子だとかこう周りをね通る方がね手を振ってくださると見えるんですよね。はい、でまた嬉しいんですよ、みんなこう不思議そうに見ていく感じが、え、こんなところにスタジオあるの？っていう写真を撮っていかれる方もとても多いですね。ぜひあの近くにいらっしゃる方、近くを通る方、体験王国紫村まで足を運ぶ際にはですね、サテライトスタジオも一つの観光として見てほしいなと思います。自動ドアと自動ドアのちょうど間にありますのでね。はいさあここでラジオ聞いてるあなたにリスナープレゼントをご用意しております。ぜひご応募ください、ゲットしてください。さあまずはこちらでございます。沖縄ハム総合食品株式会社さんから、パパイヤの力、パパイヤの力という商品でございます。こちらですね、特にお酒を飲まれる方なんかにぴったりな商品ではないでしょうか。お酒を飲む前もしくは飲んだ後なんかにおすすめの商品となっております。もしくはですね、疲れている時、溜まった疲れを取りたい時なんかにもお召し上がりくださいと。中にですね、オルニチンという、肝機能改善による疲労回復が期待される成分も配合されておりますので、観光で来るとね、こうもうやっぱりこう朝から夜まで出っぱなしで疲れたりだとか、また夜はね居酒屋行ったりホテルの部屋でねみんなでワイワイしながらお酒飲んだりという方もね多いと思いますけれども、はい、そんなあなた、パパイヤの力 FM 読みたんでゲットして、はい、また体体力も回復しつつ観光最後まで楽しんでいただきたいと思いますよ。ぜひそんなあなたにこちらのプレゼントゲットしていただきたいと思います。さあそして今度は沖縄コカ・コーラから、沖縄限定オリジナルデザイン缶3本を1セットにした商品、こちら3名様にプレゼントいたします。応募方法はですね、先ほどのパパイヤの力も合わせてすべて共通でございます。メールアドレスすべて小文字、FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp、 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp となっております。また FM 読みたんまで電話でも受け付けておりますよ。電話番号098-958-7860、 098-958-7860となっております。メール電話ともにお名前ご連絡先忘れずにお伝えください。当選された方には私の方から折り返しご連絡させていただきたいと思います。先日もですね、 FM 読みたんになんとはるばる福島県から、福島県の郡山市からですね、 FM 読谷のリスナーファンの方が来てくださって、リスナープレゼントゲットしていかれました。もうね、海を越えたところにもね、こうやって聞いてくださる方がいるっていうのは嬉しいですね。 Ustream の動画でも配信していて、放送された番組はまた保存もされるのでね、繰り返し聞くことができます。
なので、今ラジオをパッと聞いたあなたも、あ、じゃあ他の回では何を喋ってんのかなっていう風にちょっと気になったあなたも、ぜひ FM 読谷のホームページも検索していただければなと思いますよ。さあ、以上リスナープレゼント情報をお届けいたしました。読谷なんでも調査団。さあ、こちらのコーナー読谷なんでも調査団でございます。ナビゲーターの前川あやみ、そしてもう一人比嘉正也さんがですね、読谷村内を取材して回ったものを皆様に新発見再発見としてねお届けするコーナーとなっておりますよ。さあ、ちょっとね雨が落ちそうなこんな日にはぜひ体験王国紫村の中に訪れてください。雨の日だからこそこの、紫村さん、はい、来てよかったなって思わせる体験施設がね、揃っております。さあ、そんな中からシーサーの、色付け体験ができる体験王国紫村内の、ひでぼうさんというね体験工房さんからちょっとスタッフさんからお声を聞きましたので、早速皆様にご紹介したいと思いますよ。とても元気なスタッフさんでございました。ではお聞きください。はいはい、紫、読谷村にサガントスさん、うん、キャンプでいらっしゃってましたよね。はいはいはい。でサガントスさんにプレゼントしたのがこういったサッカーシーサー、スポーツシーサーですね。めっちゃ可愛いですね。はい、サガントスさん の、 あのオリジナルユニフォームやあとボールなども塗ってます。これねペアであのプレゼントします。これ全部手作りなんですよね。はい、いろんなシーサーありますね。すごい、本当にこうねいろんなこうテーマが設けられて、それぞれポーズというか表情の違ったものがあります、ね、はい、結構ね他のところと変わってユニークなシーサーとかも多いので、スポーツシーサーとかあとプロ野球キャンプの時期になったら野球シーサーとかよく出ます、うん、そうなんですね、はい、あとおしっこしてるシーバイシーサーとかもありますので。だからねこれちょっと可愛いですよね愛嬌があってね。そうなんだ。ちなみに、他にもどういったテーマを設けたシーサーがあるかちょっとざーっと教えていただけますか。はい、瓦でできたシーサーとか、うんうん、あとねペアで2800円の商品とかもありますね。はい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 。と表札タイプなどありますね、うん、なんか向こうの方にもいっぱい細かいのがありますけれども、はい、壁掛け用のシーサーとかですね、はい、あとあの口が大きく開いてるしっくりシーサーなどあります。あ、ただもう置いてこう対にして楽しむだけじゃなくてこういう壁にも掛けるようなもの、はい、あるんですね。あの奥の方に、はい、キノコ、キノコキノコちょっと気になったんですけど、あ、塗りますかお手頃価格ですよあのキノコも、まあ、シーサーの中に混じって、はい、あのね、お子様が塗りやすいようになるほどなるほど。お値段もお求めやすい価格になってますので。そうなんですね。200円からありますのでお店の前にもこの塗られたキノコのしっくいキノコ植えられてますね。はい、はいはいはい、いっぱいありますよ。サンプルですね、はい、皆さんキノコの前で写真撮影とかしたりしますねそう、やっぱ人気なんですね、はい、ぜひねちょっと、はい、ということでね体験王国紫村の中に、ある体験工房ひでぼうさんの、ね、スタッフ比嘉さんにお話を伺ったんですけれども、シーサーの色塗り体験もできますし、先ほど紹介があったようにもともと作られているいろんなテーマに沿って作られているシーサーも、そのままその場で購入することも可能なんでございます。でね、おまけにもシーサーどころかキノコもありましたね。はい、あのねまたそのキノコがねとっても可愛いんですよ。本当に小さなお子様からそして大人の方までね、色塗りが体験できる、そんな施設となっておりました。はい、で工房の中もねすごく広かったですね。はい、なのでぜひぜひ体験王国紫村園内立ち寄って、屋根もついてもう雨の中でも
雨とか関係なくこの体験施設楽しめますので、ぜひお立ち寄りいただければなと思いますよ。もし体験した方はですね、また写真なんか撮ってこの FM 読谷の観光情報番組読谷ラジオに社メールなんかも送っていただければ嬉しく思います。以上、本日の読谷なんでも調査団は体験王国紫村園内で楽しめる、ひでぼうさん、シーサー色塗り体験ができるひでぼうさんのご紹介でございました。1月1日をもって読谷村人口日本一多い村となりました。人口が日本一多いということは、その分人のラブも愛も日本一になるということということで、読谷村愛が一番キャンペーン開催中でございます。さあ、そちらにちなんで後ろに聞こえている曲、ラグーンブルーが歌う読谷村という曲、はい、こちらの曲も生まれたわけなんですけれども、こちらのダンスが変な訛り出したな、ダンスが収録された DVD が今プレゼントで、はい、差し上げておりますので、ぜひ、こちらのダンス覚えたいという方、お子様に見せたいという方、団体で、ね、覚えたいという方、ぜひ FM みたいに DVD くださいとご応募ください。メールアドレス FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp となっております。ねえねえ、この番組って何？これはね、観光情報番組読谷ラジオさ。読みラジ？そう、読みラジ。踊りなさい、聞きなさい。
テル日光アリビラインフォメーション。情報番組読谷ラジオ9時からスタートしております。 CM 明けて時刻は9時32分となっております。さあ、毎週木曜日こちらのコーナー、ホテル日光アリビラインフォメーションでございます。太陽と自然の楽園、ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたします。さあ、本日もスタジオにこの方入っていただいておりますよ。早速お声聞きたいと思います。おはようございます。おはようございます、はい、ホテル日光アリビラの広報担当しております谷継と申します。よろしくお願いします、はい、谷継さん、よろしくお願いします。今日はちょっとどんより曇り空ですね。そうですね、昨日天気が良かったんですけどね。そうですよね、はい、まあ梅雨の中休みで、まあ、ちょっと今日はね曇りなんですけれども、また明日には太陽が顔を出しそうということで、さあ、梅雨とかね、そういうのももう関係なく、ホテル日光アリビラさんは日々多くのお客様が足を運ばれて、スタッフさんもねお忙しいかとは思いますけれども、はい、まあね、それぐらい読谷村に人が来ているということでね、皆様にまたアリビラさんのもっともっとまたお得な情報もお届けしていきたいと思います。さあ、ちょっと今期間限定で、はいね、実はスイーツが発売されてるんですよね、はいはい、ちょっとご紹介いただきたいと思います。はい、沖縄ファミリーマートさんとホテル日光アリビラの、コラボスイーツ第1弾が、6月2日月曜日まで、はいはい、沖縄県内のファミリーマートにて期間限定で販売しております。はい、もうこちら早速 FM スタッフもねほとんどみんな食べて、で私ももちろんいただいたんですけれども、2種類あるんですよね。はい、いちごとマスカルポーネムース、バジルの香りと、はい、エクレアノアゼットヘーゼルナッツ風味の2種類を販売しております。はい、もうね美味しかったです、はい、もうね見た目がすごくおしゃれで、エクレアなんかすごいサイズが大きいですよね。そうですね、はい、先週、はいはい、まさやさんに試食していただいたんですけど、はい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 、男性の方でもねペロリと食べちゃう、はい、本当にまたこう甘すぎない感じがいいんですよ、ね、そうですね、ちょっと甘さ控えめで、はい、そう大人な感じで。ちなみにこちら沖縄ファミリーマートさんとのコラボということで、はい、もう沖縄には237店舗ですね。県内ファミリーマートあるということで、はい、読谷村内には4つはありますね。4つありますファミリーマート、私の頭の中で、はい、なのでね、もう読谷村の村民の方もすぐゲットできますし、読谷村に訪れた方ももうね村内ファミマ探せると思いますので、そちらでこうアリビラとコラボスイーツみたいな感じで分かりやすく、そうですね、出ているのでね、はいはい、ただ昨日もちょっと業者さんがいらっしゃってて、ほいほい、別の打ち合わせで、ほいほい、売り切れてなかったよって言ってたので、そうなんですよ、私もこれ 5月13日火曜日からね、はい、発売しているということなんですけれども、ファミリーマートいくつか回ってやっとゲットできましたもん。みんなそんなもうすぐなくなるってびっくりしたぐらいではしごでファミリーマートをそんなにちょっといくつか回ってなくて断念して、で次の日ぐらいにやっと自分はゲットできて、はい、食べましたね。谷継さん、はい、もう実際に2種類のこちらのスイーツいただいていかがでしたか？そうですね、甘さ控えめで、とても食べやすいと、はい、そうですね、思います、はい、このいちごとマスカルポーネムースバジルの香りというまたスイーツありますけれども、いろんな食感がありますよね。はい、マスカルポーネムースと、はい、バジルのクッキー、あとスポンジ、
いちごのムース、はい、とフランボワーズナナパージュという、はい、もうねカタカナばっかりねちょっとなんか ゼリーみたいな感じですね。はい、層になっていて、そうですね、はい、いくつもの味が楽しめるという、うん、はい、私ねこの中のバジルのクッキーがもうね、食感もこの柔らかいムースとかゼリーの中にまた挟まれてるこのクッキーが美味しいですね、はあ、あれね香りがすごく良くて、なんだか一つこう上の上質なデザートいただいてるような感じで、はい、はい、またねこちらもボリュームもねこうありますし、お腹いっぱいになりますね、はい、このスイーツだけでも、ね、270円なんですけども、ほいほいほい、はい、私ももう一回買いに行こうかと思ってますそうそう、もう6月2日までの、まあ、限定商品となるということで、もうあと1週間とちょっと約2週間ぐらいですかね、はい、はい、まだまだ県内のファミリーマートをご用意しておりますので、ぜひね食べた方もまだの方もまた知り合いだとか周りの方にね伝えていただいて、はい、はい、また第2弾も今企画中ですので。そうなんですか、はい、今実はそれを聞こうとしたらもう企画中なんですね企画中です。おお、楽しみです。アリミラさんはこうどんどんなんかこう進化して次々とねこう私たちにワクワクした気持ちを、ね、与えてくれるので、すごいこういつも楽しみなので、はい、まあ、第1弾をまずは、ね、味わっていただいて、また第2弾も楽しみにしたいと思います、はいはい、ぜひ皆様、ゲットしてみてください。さあ続きまして、皆様に、とても嬉しいまたお知らせがあるんですよね。はい、先日トリップアドバイザーさん の、はい、朝食が美味しいホテルランキングというのが発表されたんですけれども、うん、こちら5年連続ランクインしまして、すごい、はい、2014年は、4位をいただきました、はいはい、これも日本国内で、国内でだって沖縄から北海道までホテルなんても数知れずぐらいのねある中から、ここ沖縄県のさらに読谷村の中のリゾートホテル、ホテル日光アリビラさんが、はい、朝食が美味しいホテルランキングでランクインということで、はいはい、朝食ってちなみにこういろんなまたレストランというかお食事どころでそれぞれの朝食があるんですか。はい、はい、洋食は洋食バイキングですね、はい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 、和食は和定食と米食バイキングというご飯の上にこうなんかトッピングしてお召し上がりいただける、うんうん、はい、朝食となっております。はいはいはい、そういうのもあるんですね、はい、あと1日40食限定のぬちぐすい定食、うん、こちらが大変人気でして、あ、はあ、はい、体の中からこう綺麗になる。いいですね、はい、やっぱりこう特に観光にいらしてる方なんか、まあ、非日常で普段食べれないような、ものを食べたりだとか、体の中とか気持ちも全てリセットしたいという方には特にいいかもしれないですね。はい、アリビラにご宿泊でないお客様も、ほうほう、この朝食を食べにアリビラにいらっしゃってくださったりとか。そうなんですか、はい、すごいもうわざわざ足を運ぶぐらい食べたくなる朝食ってことですね。はい、はあ、ぜひね皆様一度は、足を運んで、ね、トリップアドバイザーのランクインした朝食を実際に食べていただきたいなと思います。はい、ね、すごい。さあもうねすごいこういった情報もありつつ、今度はですねまたこうお子様も一緒に楽しめる、ですね、はい、アクティビティのお知らせでございます。はい、はい、どんどんいきましょうねはい、今雨でちょっと外でなかなか遊べなかったりするんですけれども、そうですね、はい、アリビラでは館内でも楽しめるアリビラトレジャーハンティングを開催しておりまして、はい、はい、トレジャーハンティング謎解きゲームですね。はいはいはい、はい、館内アリビラ美術館のような雰囲気の館内なんですけれども、うんうん、そちらを謎を解きながら館内回っていただいて、はいはい、タイムリミットがあるんですけれども、タイムリミット内にクリアしていただくと素敵な景品を、はいはいはい、プレゼントしております。こちら
ね、館内でも楽しめる、ね、今の梅雨時期の沖縄でも楽しめるっていうのがね、また一つの大きな魅力でございますけれども、こうクリアするとレジェンドハンターに認定されて、そうですね、5つすべて、うん、あの謎を解くとレジェンドハンターに認定されます、うんうん、はい、そしてね、また素敵な景品もあるということで、はい、実際にいかがですか、こうお客様参加の様子だとか反応だとかは。そうですね、こちらのスタッフが、うん、5名のスタッフがそれぞれストーリーを考えて、ほいほい、謎解きゲームを5つのコースを考えたんですけれども、うん、すごくうまくできていて、ストーリーが、へー、はい、ストーリーもあるんですね、はい、で正解率がだいたい 50% ぐらいと聞いてます。あ、じゃあちょっと案外難関なんですね。そうですね、結構難しいみたいで、チャレンジしがいのある、はい、そうなんですね。こちらちなみに参加できるのは年齢はどのくらいのお客様が。年齢は特に決まりはないんですけれども、ほいほい、1コース2000円で、うん、はい、何名様、何人ででもこう挑戦できる、うん、はい、なるほど。所要時間だとかは大体ですね、うん、短いコースで40分ぐらいですかね。なるほどなるほど、はい、でもね、こうもうそれくらい1時間もあればじゃあもう気軽に挑戦できるという形になるんですね、はい、なるほど。さあ、まあ詳しい、ね、お問い合わせ先はまた後ほど最後にご紹介したいと思います。そして最後に、はい、こちらチャレンジパークちょっと簡単に紹介していただきたいと思います。はい、こちらも4月の終わりから新しいメニューとして誕生したんですけれども、はい、ディスクゴール、ストラックアウト、アーチェリー、ターゲットバードゴルフ、輪投げのうちの4つを選んで挑戦していただいて、ゲーム課題をクリアした数によって素敵な景品をご用意しております。はい、こちらもまた景品もゲットできるということでね、はい、こちらもですね、もう時期問わずいつでも、また参加できる、はい、アクティビティとなっておりますので、はい、ぜひまた詳しくは有平さんのホームページ、もしくは電話番号098-982-9111 に、お問い合わせいただきたいなと思いますよ。さあ、谷次さんも時間はあっという間でございますね、はい、また来週も皆様に有平さんの情報たっぷりお届けしてまいりますので、また来週もお聞きくださいね、ホテル日光有平から、スタッフ谷次さん入っていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
やあみんな聞いてる？ミッキーだよ。観光情報番組読谷ラジオ聞いてる？今日は僕の友達を紹介しよう。はいミキー、私ミニーよ。それに友達じゃなくて彼女、もう照れてるんだから。あは、僕の友達じゃなくて彼女だってミニーだよ。さあミッキー、今日はどこにデートに行く？観光情報番組読谷ラジオを聞こうね。わかったわ、読谷村のあそこで待ってるわ。読谷村のあそこ、観光情報番組読谷ラジオ、あは、読谷村で待ってるから。番組読谷ラジオをお届けしております。ここでですね、地域の声を皆様にお届けしたいと思います。今日はですね、ホテルニコアリビラさんの目の前のビーチ、ニライビーチで出会った、あるファミリーでございますよ。早速お声をお届けいたしましょう。どちらからいらしたんですか？奈良から来ました。奈良県、はい、今は子供たちと休暇で。そうですね、はい、そうですね、そうです。はい、読谷さん、はい、いかがですか？いやもう最高です。もう本当になんかこの時期にしてね、夏を感じれるっていうのはいいですね。ああ、そうです、はい、本土とはやっぱり違いますよね。もう海パン姿ですもんね。いや、そうちょっとね、今日風がきついんではい、はい、寒いですけど、あ、うん、けどまあなんか慣れたな。慣れた、ね、いやでもさっきまでずっと鼻水垂れてた。垂れた、ちょっと残ってるもんな、そこまで。仲良し親子ですね。ちょっと子供さんにも聞いてみましょうね、うん、はい、聞いててください。どんなですか、沖縄の海は？綺麗で、気持ちいい。気持ちいい、そっか。初めてですか？初めてじゃない。あ、もう何度か沖縄に来たことはあるんですか？5回目かな。5回。そうなんですか。お父さんにちょっと聞いてみたいと思いますけれども、はい、沖縄5回目っていうことで、はい、ここ読谷村には何度目ですか？あの観光ではなんかこう立ち寄ったことあると思うんですけど、はいはい、泊まったのは今回初めてですかね。そうなんですね、はい、何故またホテル日光アリビラさんに泊まろうっていうふうに決めたんですか？ね、会社の先輩が、はいはい、あの毎年あのクリスマスの時に、はいはい、あのアリビラさんでなんかあのサンタさんがやってくるらしくてですね。そうなんです、はい、ね、でそれですごくあのホテルも素敵ですし、はい、であとあの朝ごはんね、朝食もすごく美味しいというのを聞いて、はい、あの先輩に勧められて、沖縄行くんだったらアリビラさんみたいな。なるほど、はい、それで今回じゃ初めて滞在されて。そうですね、うん、ホテルの方もいかがですか？いやもうね、あのいつもあの夜は遅かったんでね、あのもうホテルでこうゆっくり過ごすことはなかったんですけど、ただまあ朝朝食が本当にね、先輩がもう本当におっしゃってた通りですっごく美味しくて、はい、まあ、あの朝食も1時間半ぐらいで、ね、ゆっくり取りまして。そうですよね、はい、こんな時にしかいないですもんね、はい、なるほど、はい、じゃあすいません、お名前伺って伺うの忘れてたんですけど。名前、はい、あの 森田と申します。奈良県からお越しの森田さんですね、はい、森田です、はい、森田、じゃあお兄ちゃん、お二人いるけどお名前教えてください。じゃあお兄ちゃんの方から。森田海斗です。海斗、あ、海斗。海の人って書きます？いや、エニオト。エニオト。エニオト。ピクチャーのエニ。はいはいはい。音楽の音ですね。これ海斗って読むんですか？海斗。すごいかっこいい感じだね。そうなんだ。はい、こんな感じでですね、奈良県からお越しのファミリーに聞きました。嬉しいですね。やっぱりこう先ほど谷次さん、ホテルニコアリビラのスタッフの谷次さんがね、ご紹介してくださったトリップアドバイザーの口コミサイトで、国内もう上位にランクインするぐらいの朝食が美味しいホテルランキングということで、こういうふうに地域の方、観光にいらしてる方もやっぱりこう美味しいっていう噂をもう本土で聞いて、それでアリビラさんに泊まるのを決めたっていうことで、いやーもうどんどんやっぱりね、こうやってこう本土でも沖縄県読谷村の
ね、いい、また口コミがどんどん広がっていくと嬉しいですしね、こういう風に直に声が聞けるとあすごいなって感じしますけれどもね。はい、今度私が、突撃取材をするのは今ラジオを聞いてるあなたかもしれないです。読谷村でマイクを持ってる私を見かけたら、ぜひ逃げずによろしくお願いいたします。以上、地域の声をお届けいたしました。残波岬で恋をして。さあ、ここで FM 読谷の、ね、スポンサーさん情報でございます。ロイヤルホテル&レストランという、レストランが、読谷村にございますけれども、そちらのですね、ディナータイムメニューが、新しく生まれ変わります。明日23日のグランドオープンとなりますよ。なんと嬉しい、明日オープニングキャンペーンということで、フード&ドリンク全品半額、最高ですね。あのね、もう中華をはじめお寿司だったり、まあ、もちろんドリンク、アルコール、ビールもね、で刺身とかピザとか、あの居酒屋メニューがね、あの多くまた仲間入りするそうですよ。最高ですよね。はい、また詳しくは、ホームページロイヤルホテル&レストラン、もしくは電話、098-956-3321 までお問い合わせいただきたいなと思います。明日全品半額でございます。ぜひ足を運びください。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ他各社の提供でお送りいたしました。さあ、今日はですね、ちょっと雨も落ちそうな一日となっております。レンタカー運転される方も安全運転で沖縄そして読谷村の観光お楽しみください。ではでは、読谷村でお待ちしております。